長小泉さん、浜田剛さんのお二人です。よろしくお願いいたします。そして今日は今年を象徴する日本の世界チャンピオンにお越しいただきました、WBC 世界バンタム級チャンピオン、山中慎介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。チャンピオンは今年4月と8月と11月防衛戦ね、はいはい、全部 KO だったですもんね。まあ、そうですね、もう3試合すべて KO で終わらせられたっていうのは本当に大きいですし、試合後の怪我もダメージもなく、はい、終われたから3試合できたんで、うん、本当に良かったです。じゃあもうこれ以上ないというぐらいいいシーズンだったんですかね。あの結果的には満足してます。あ、はい、内容は まだまだなんですけど、あ、中身戦いのね、はい、でも素晴らしい、ね、中身だったんですよね。そうですよね、印象的な試合でしたよね。このベルトを見事に守り抜いております。はい、どうでしょう、ご自身の試合以外で印象に残った試合ありましたか。やっぱりメイウェザーアルバレス、はい、すごいね、はい、カードでしたもんね。これはね、試合前からこんなにワクワク、した試合というのは一番でしたね。はい、まあ、近代まれに見るこのなんて言うんでしょう、ワクワク感というのは確かにありました。はい、期待感といいましょうかね。中身も面白かったんですけれども、はい、さあ、じゃ あのジョーさんは今年どんなことに印象に残ってらっしゃいましたか。まず中国でですね、パッキャオリオスのようなそのマカオですけれども、はい、そのビッグファイトが行われましたね。ね、だからボクシングの聖地っていうのが、ね、はい、ラスベガスだけでなしにそのアジアにもその移ってきてるっていう感じがしました ね。変化が見られましたね、確かにね。そして、こういう選手も出てきましたよね、ゾウシミ。まあ、オリンピックの金メダリストたちがですね、はい、そのプロへ転向して村田亮太選手、あるいはですねワシル・ロマチェンコ、うん、こういった選手がそのプロの世界でですねその実力を試す、そのプロの世界でもその世界を目指すというところですね。お隣浜田さんはどんなことに、まあ、やっぱりですね、今年は新たなスター選手が出てきた思いますよね。はいはい、まあ、ミドル級のゴルフキン、まあ、連続起用の今続けてますよね。あとそうですね、この間負けはしましたけどこのブローナ、まあ、才能は持ってる選手なんで来年出てくると思いますよね。あとはですね、やっぱり日本選手が海外で活躍したと、はい、まあ、三浦の防衛戦、初防衛戦もメキシコでやったわけですから。 そうですね、そして荒川君が、まあ、負けはしましたけど評価は相当高かったですね。そうですね、という具合に今年もですね、その他印象的な試合が本当たくさんあったんですけれども、はい、どんな試合がランクインしてまいりますか。当然山中選手の試合も入ってくると思いますよ。はい、まあ、変な緊張感があるんでなるべく早くに出てほしいって、はい、結構上の方に出てくる気がしますけどね。楽しみですね。はい、では早速ランキング見ていきましょう。はい、2013年ベストマッチランキング、まずは20位から16位の発表です。選ばれたのはこんな試合です。第20位、衝撃の一撃、35歳の新王者ドーソン対スティーブンソン。まあ、20位がこの試合、これ多分皆さんえっと思うかもしれませんが、試合を見たらすぐ思い出します。浜田さん、それほど強烈な印象を残しましたよね。まあ、本当一発系を強烈だったですね。まあ、勝った選手、負けた選手の、まあ、天国と地獄、まさにこの試合だったですね。これですね、この倒れた時のチャド・ドーソンの表情ですね。こんなパンチ食ってしまったのかと、寂しそうな表情だったですよね。やっぱりKO パンチというのはで、ボクシングの花なんですけど、この喜びをっていうのが本当、勝った選手と負けた選手の立場がこれだけ違うというのも他の競技じゃないんじゃないですかね。山中さん、あの喜びをっていうのは何か分かります？もうこの衝撃な、一発やったんですけど、それと一緒、それ以上のこの喜び方が印象に残ってます。あ、こっちの方が印象に残ってますか。確かにそれほど素晴らしい勝利だったんでしょう。印象的な、このスティーブンソンにとっても印象的な試合だったんではないでしょうか。第19位、一歩も引かない打撃戦、マイダナ対ロペス。さあ、19位にマイダナが出てまいりました。ジョーさん、このマイダナというのはなんか本当に自分のボクシングを持ってますよね。スキルもあるんですけどね。ファイターなんですけどね、こうスピードがあるんですよ。で、思い切りがいいですよね。ジョーさんはやっぱ打撃戦になりますもんね。で、調子がいい時のマイダナはね、当てる感もあるんです。
となってピンチに陥ります。でも浜さん、この後が伸び返しがあるんですよね。まあ、前田の場合はですね、打たれても強いんですよ。そして、まあ、これで、弱ったなと思ったらまたまた1回って、来るのがこの前田なんですね。まあ、ですからブローの後の試合も記憶に新しいですよね。この選手というのはやっぱり、お客さんが沸く試合しますね。ブローナーのテクニックに対しても本当に愚直なまでに前に出て、打たれながらも前に出て、勝利を得た前田。まあ、これはロペス戦をご覧いただきましたが、壮絶な打ち合いの上勝ちを収めています。第18位新旧王者対決、ダニー・ガルシア対ジュダー。山川さん、18位はいいカードですね。ガルシア・ジュダー、これやっぱりご覧になったと思いますけども、はい、どの辺にポイントを置いてご覧になったんですか。まあ、センス抜群のジュダーに対して、はい、ガルシアが、まあ、どんだけ、力を改めて見せれるのかなという、あ、はい、そういう観点で、はい、まあ、確かにジョーさん、山中さんだけじゃなくて多くのボクシングファンがね、この名前に惹かれましたよね、カード的にね。そうですね、だから東部のアメリカ東部のスター選手同士の対決ですね。しかも新旧の対決だ。もちろん新がガルシア、旧がジュダーということになります。それに違わない浜さん、なかなか内容的にも面白い展開でしたもんね。このガルシアはですね、私はこの試合でまたまた強くなったと思うんですね。本当いい経験になったと思うんですよね。というダニー・ガルシア、一歩一歩強さを駆け上がっていくという、そういう選手になってきています。第17位悶絶の左ミドル級最強王者、ゴロフキン対マックリン。さあ、17位は皆さんもうご存知のゴロフキンが出てまいりました。まあ、ジョーさん、日本の金メダリスト村田さんもミドルということもあって、このゴロフキンがかなり日本としても注目されるようになりましたね。そうですね。でこの試合でですね、8連続 KO 防衛です。はい、だからタイトル取った試合も KO ですからね。だから世界戦に9連続です。まあ、この注力のミドルにあって浜さん、はい、やっぱりゴロフキン最強と言ってもいいチャンピオンですね。まあ、そうですね、この選手の場合には振りは大きいけど力みがないから打ち終わりがない選手なんですね。それで決して背が高いわけじゃないんですけど、相手からは届かない、自分のパンチだけが届くというようなボクシングをできる選手ですよね。まあ、今年スターになりましたね。ボクシングの原点、倒しに行ってますもんね。そうですね、もうどういう倒し方をするかという感じでしか見てないですね、自分は。確かにね、はい、いや、多くのファンの皆さんがその通りだと思います。というゴロフキン、どん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 株、名前が上がっております。第16位異次元のスピード、メイウェザー対ゲレロ。さあ、ここでメイウェザーの一つの試合が出てきました。相手はロバート・ゲレロ。ほら、本当に複数階級対複数階級の対決でもあったんですが、浜さん、はい、一方の見方ではこのスピードがやっぱり強調された試合ですよね。まあ、スピード、そして、メイウェザーがサウスポーに対してどういう採用するかということもありましたけど ね、スタート見た時にやっぱり、サウスポーの苦手なんじゃないかと思ったら、1回で本当に呼んで、次からは同じ失敗やらないのがメイウェザーだったですね。ジョーさん、この6階級対4階級どう見ました。だからオスカー・デラホヤがですね、そのウェルター級上がるのをちょっと待てと、そのロバート・ゲレロにそのアドバイスした時に、いや、もう自分はウェルター行くんだと、アンドレ・ベルトと戦って取ったんですけれど、メイウェザーっていうのはね、やはりゲレロと戦っても敏捷性、反射神経の良さ、目の良さ、格段に上回りましたね。非常にメイウェザーらしい試合を見せてくれました。はい、20位から16位ご覧のようになりました。はい、山中選手、ご覧いただいて、はい、特に気になった試合、はい、どうですか。はい、やっぱりメイウェザー、ゲレロは、ゲレロがちょっと不器用やなと思わせるぐらい
あのメイウェザーの技術はすごかったですし、スピードも速かったですね。なんと打たれないですからね、本当に。あすごいです。ね、本当にやっぱり、戦ってる、現役の山中さんはやっぱりこういう動きの、はい、ところに惹かれてしまうんでしょうね。そうですね。まあ、どうしたら打たれないのかっていうのを、ね、はい、考えさせられますね。はい、で、スティーブンソン、放送始まる前にちょっとおっしゃってましたけど、はい、あの辺もなんか気になるところらしいですね。はい、まあ、気になる、まあ、一撃はもちろんなんですけど、はい、やっぱり試合後のこの、あの喜びを。そうですよね。あとそれでね、おっしゃってたんですね。本当これを見て思い出すっていう感じですね。まあ、これもね、いいシーンですよね、確かにね。これも気持ちよかったですよね。山中さんの次をこういう大騒ぎで、はい、ぜひ勝利を表してください。そうですね。まあ、自分はクールに行こうかな。そうですか。それもね、楽しみですね。そうですね。次どういう、ね、はい、表情を見せてくれるか楽しみにしたいと思います。はい、